はい、どうも皆さんこんにちは。徳島サスケです。今日はですね、リフレッシュしない就活生は死ぬよっていう話をしたいと思ってます。今こう4月に入ってきて就活佳境だと思いますし、コロナで結構みんな苦しいんじゃないかなと思うんですけども、そんな中でもやっぱりこうリフレッシュをうまくできない就活生っていうのは毎年軒並み失敗してるんですよね。なんでここでちょっと一旦ですね、足を止めてこうリフレッシュの重要性とかそういったものを分かってもらった上で今後の就活に役立ててもらえたらなっていう意図の動画です。で、3つお話ししようと思ってて、その過去、リフレッシュしなかったやつはどうなったかっていう話ですね。これ僕の周りにあった話なんですけど、その話をして、で、じゃあ僕はどうしたんですか、どういうリフレッシュをしたんですかみたいな話をした後に、で、最後に皆さんはじゃあ今後どういうリフレッシュの仕方をしていけばいいかっていうことですね。この3つの話を今日はできればなというふうに思ってます。で、リフレッシュって言うだけあってですね、やっぱり、リフレッシュしろっていう人間がいつもみたいにこの PC 持って堅苦しくこう語るような感じだと皆さんもリフレッシュできないかなと思ったんで、今日はですね、ちょっと料理作ってみようかなみたいなめちゃくちゃな感じですけど、簡単な就活生でも作れる料理を作りながらそういう話をしていったらなんかいい感じになるんじゃないかなと思ってこの動画撮ってます。需要なかったらすいません。はい、最後に料理もちゃんとこう見せようと思うんで最後に見ていただけたらなというふうに思ってますね。で、何作るかっていうと、カルボナーラですね。カルボナーラ。で、僕料理全くできないんですよ、本当に。もうなんか野菜切って鍋ぶち込んで鍋作るぐらいしかできないんですけど、なぜかこう昔からこうカルボナーラだけはできる。で、テレビで昔で作り方見て超簡単な作り方だったのでそれ真似てるだけなんですけど、それを今日作ろうかなというふうに思ってます。はい、で、早速料理の方に取り掛かりたいと思います。あ、材料だけ説明しておきますね。材料が、ニンニクですね、ニンニク。と、こういうハーフベーコンみたいな。形が整ったやつですね、ブロックじゃなくて。で、あと粉チーズですね。コンビニとかに売ってると思うんですけど。で、あとパスタ。で、卵。これがあればできちゃいますっていう。もう全部で15分ぐらいでできますね。はい。早速作っていきたいと思います。まずパスタは、僕はもう鍋使わないですね。もう鍋洗うのだるいんで。ここはなんか、コンビニである、コンビニじゃねえや、スーパーとかであるこういう、なんていうか、レンチンでパスタできるやつ。これでいつもパスタ作っちゃいますね。で、もう量とかはもう適当ですね。その日食べたい量を握ってやってみるみたいな感じですね。だいたい 80g とか、そんなもんでいいんじゃないかなと思います。で、適当に塩入れて、これはもうチンですよね。だいたい鍋でやるプラス5分ぐらいでできるんですけど、これちょっとやっていきます。はい、その間に材料を切り回していくんですけど、早速ちょっとそのリフレッシュについて話していきたいと思ってるんですけど、過去どういうことがあったかっていうと、僕の周りにもやっぱりリフレッシュ下手な人間っていたんですよね。具体的には一橋の同期とかなんですけど、そういった学生の特徴としては、やっぱすごい入念に準備する人たちなんで、動き出しとかめっちゃ早いんですよ。これはいいことなんですけど、その、早く動き出した、かつ、ずっと動いちゃうっていう、もう就活しか見えなくなるっていうことですね。で、こうなってしまうと、もうかなりしんどいですよね。もう、そういう人たちの特徴としては、もう、いきなりその友達との予定を全部断り出すとか、もうバイトを全部、辞めちゃうとか、一切就活以外の活動しないっていう感じですね。もう全部時間かければ勝てるでしょっていう、そのマインドは素晴らしいんですけど、結果自分がこの病んでしまったりとか、そうなった時に結局面接で力発揮できなかったりですね、そういう人結構多いんですよ。で、僕の周りもそういう人がいて、サッカーサークルの同期なんですけど、もうずっと早めから動き出してもう超インターンとか頑張って受けてて、でもどんどんみるみるなんかやつれてってですね、僕なんかはまだサークルでなんかヘコヘコしたと思いますけど、やつれちゃって、もう、なんですかね、どんどん顔色も悪くなって、で、こう肝心の就活のこの繁忙期ですよね、もう今でいう4、5月、僕らでいう2、3月ぐらい、このあたりからどんどんこの体力が切れ始めるんですよ、そういう人たちって。でも、やっぱりそのスタイルを今更やめられないんで、もう予定も入れずに自分一人で頑張ろうとしちゃうんですけど、でも実際もう体力も精神もすり減っちゃってるんで、もう戦えない状態になっちゃってるんですよね。で、結局周りに頼ることもせずにどんどんドツボにはまっていって、結局内定取れずに、その日就労しました、就活浪人ですねっていう友達がいて、これはもう本当になんですかね、もうその人は悪くないじゃないですか、全く。
本当に努力してて誰よりも早く動き出したし、その結果として、病んじゃったっていう、本当にちょっとこうかわいそうな結果だなと思うんですけど、でもこれが一人二人ではなくて、めちゃめちゃいるんですよ、こういう人は毎日。でそこに共通してるのがやっぱりリフレッシュが下手っていうことですね。で早く動き出すのはめっちゃいいことなんですよ。で僕らも特集もやっぱり早く動き出して対策しましょうねって話はずっとしてると思います。これは超大事出してほしいんですけど、でもそれとリフレッシュしないってことは同義じゃないんですよね。で、実際にやっぱり周り見てても本当にリフレッシュが上手い人っていうのは内定取るのが上手いですね。ちゃんともちろんやるときは集中してやるんだけども、ちゃんと息も抜いて、就活期をうまく戦っている人たちっていうのは軒並み内定率高いんですよ。で特に今年はコロナの影響があって外出れなかったりとか、リフレッシュめちゃめちゃ難しいと思うんで、すごいリフレッシュが難しい年だなと思ってて、特にそういった学生が増えちゃうんじゃないかなと思ってこの動画撮ってるんですよね。でもそういう学生に特徴的なのはもうこうなんかこうなんですかね、もう目が血走ってきたりとか、睡眠削るとかですね、そういったことをやりだすと結構危ないと。でじゃあ僕の就活期どんな感じだったかっていうと、他の動画でも言ってるんですけど、めちゃめちゃ出遅れたんですよね。で僕らその4月面接解禁で、就活解禁自体12月かな、だからみんな結構早めにだいぶ動き出してる中で、僕はサークル引退が、1月の末だったかな、そんぐらいだったんで、もう全然動き出さなかったと。電源入れます。ちょっと待って。で、そんな中僕はどういう風にしたかっていうと、出遅れたんでみんなで焦ったんですよ。焦った、すごい焦ったけど、もうやることをまずはすごいこう明確にして、本当にそこにフルリソースを割くっていう感じですね。でただそのリフレッシュの時間も先輩に言われてて、すごくうまくいった先輩がいて、その先輩もすごい出遅れてたんですよ。でもその先輩はなんでうまくいったんですかっていうと、もう完全にリフレッシュが肝だって言ってて、その先輩は住所行ったのか、確か住所行ったんですけど、っていうのを聞いたんで、やっぱり僕はそこは絶対大事だなと自分で分かってたんで、必ずリフレッシュの時間を設けてたっていう。でどういうふうにリフレッシュしたかっていうと、バイトは週2ぐらいで続けてたし、毎回5時間ぐらいのバイトですね。でそれを続けつつ、あとまあ週2回ぐらいで友人と飲み会入れて飲み行ってましたね。でこのリフレッシュの仕方はいろいろあると思うんですけど、僕の場合は結構、人と喋るとか、やっぱり飲みに行くっていうのがすごい自分にとっての一番のリフレッシュだったので、それをやったりとか、でサークルもたまに行って体を動かしたりしましたね。でただそれをやってない時間ですよね。バイトをしてない時間、飲んでない時間、サークル行ってない時間、これは、ほとんど就活に割いてました。でそうするとやっぱり自分のこの精神もすごい落ち着くというか、はい、炒めます。ニンニクとベーコン炒めますね。すごい落ち着いてたんですよね、精神が。でその時ってそういうことしてると、どうなるかっていうと、やっぱ周りは結構ガーッと就活にこうなってるんで、焦るんですけど、自分でもこう遊んでる時とか、遊んでる時ってバイトしてる時とか、本当にこんなことしていいんかなみたいな。でも都度その先輩にまた相談行ったら、いいんだと、ちゃんとやる時にやることやってればいいんだと、むしろそのリフレッシュも就活対策になってるって話をされて、いや確かにそうだよなっていう感じですね。で終わった今本当にそのアドバイスはすごい正しかったなって思うんですよ。だから就活生の皆さんにも、特に今年は本当にコロナで厳しい状況なんで、このリフレッシュの大切さみたいなのを今一度ちょっと改めて認識してほしい。そんなこと分かってると思うかもしれないけど、もうずっとこうなるとですね、こうなるともう本当に人間って不思議なもんで、これだけ言っててもそれを忘れてですね、やっぱりもう就活にもうドストレートになっちゃうんですよ。なんで今一度ちょっとこのタイミングでこういう動画撮ってるっていう。でもその対策ですよね。対策どうしたらいいかっていうと、僕みたいにバイトとか飲み会とかできたらいいんですけど、今年できないですよね。やっぱりインドアになると思うんで、やっぱまずはズーム飲みっすかね。ズーム飲み、飲み会好きな人限定なんですけど、これはズームお茶でもいいですよ。ズームお茶、女の子とか、とにかくやっぱり人と喋るっていうのは本当人間必要としてるんで、めちゃめちゃ大事なんですよ。これを絶対に忘れてほしくない。
で今そのオンラインでやっぱり人と喋るしかないんで、もうズームしか手段がないかなと思うんですけど、やっぱり就活生と喋るでもいいですけど、例えば僕がよくやってたのは、就活生と会うとやっぱり就活話になっちゃうんで、あえてそのサークルの先輩と飲み行ったりとか、あとは地元の友達と飲み行ったりとか、その就活を全く感じさせない人たちですよね。そういう人たちと意図的に飲みに行くようにしてました。そうするとやっぱり、その飲んでる2時間だけは就活のこと忘れられるんですよね。すごい。ちょっと料理に戻りますけど、コツがあって、まあ、こういうなんか底が深い皿あるじゃないですか。ここになんか真ん中に粉チーズをで山を作るんですよ。めちゃめちゃ。ちなみに今ニンニクとベーコンは炒め終わりました。で、だいたい1人前でこの粉チーズの缶3分の1ぐらい使うんですけど、ちょっとなんか斜めるとあれなんで寄っちゃうんですけど、こんな感じで山作ると。で、その山の右側にどうしようかな、この炒めたベーコンとニンニクを溜めるんですね。片方だけってのがポイントです。で、そうすると何が狙いかっていうと、あとで卵入れるんですよ。で、卵入れた時にこのベーコンとかニンニクの熱が伝わって焦げないように、焦げないじゃないや、なんかね、こう混ざっちゃわないように寄せてる。で、卵をもう片方ですね、山作ったもう片方の方にこう入れる。これでもうほぼ準備 OK で、あとはあのパスタが茹で上がるの待つのみですね。で、ちょっと話戻しますけど、ズーム飲みいいと思いますよ、やっぱり。で、逆にそのまま2時間飲み会に使ったんだったら、その後しっかり集中すればいいですよね。しっかりリフレッシュして、その気持ちでまた就活やると。で、あとの方法としては、本当は運動がいいかなと思うんですけど、まあ、何ができるかなって考えた時に、やっぱり室内だと筋トレとかヨガとかになりますかね。結構今その YouTuber とかでもチャンスだっつってオンライン系のレッスンだとか、そういうの無料で出してるやつあるんで、そういったもので結構体を動かしてみるというのはいいんじゃないかなと思います。やっぱりこうむしゃくしゃっとした時は運動はいいっすよね。例えばもうそのお祈りメール来ましたとか、辛いことこれからあると思うんですけど、もうそういう時は思い切ってもランニングに行ってみるとかね。ランニングも若干その、まあ、ほぼ感染リスクないって言われてますけど、まあ、そこはちょっとお任せしますけどね。できる人はやればいいと思うし、筋トレとかヨガとかで息抜きすればいいんじゃないかなと思いますね。運動もいいし、あと室内できることだったらやっぱり映画鑑賞とかですよね。おすすめの映画とか教えましょうか。まあ、僕結構ミーハーなんで有名どこしか見ないんですけど、まあ、全く仕事関係なしで見るんだったら、結構そのマーベルシリーズとか見てましたね。アベンジャーズとかちょっと恥ずかしいですけど、あとは笑うんだったらハングオーバーですね。ハングオーバー3つとも見ましたね。まあ、特に1が面白かったなと思うんですけど、ハングオーバー知ってます？皆さん、ハングオーバーどういう映画か知ってると思うんですけど、要はあのバチェラーパーティーっていう、その結婚前夜ですよね。なんか海外だと結婚前夜に、その日だけはもうハメ外してもいいよっていう、まあ、男だけでこう最後の独身の夜を楽しむっていうパーティーやるんですけど、まあ、その夜にいろんなことが起きるっていうですね。だいたい映画の始まりがこの朝パッと目覚めたらもうありえない状況に男たちがいて、で何も誰も覚えてない、飲みすぎて、そこからまあ残ってるこう証拠をもとにいろいろこの昨日の記憶をたどっていくみたいなストーリーなんですけど、まあ、これは面白いですね。なんでちょっとこう笑いたい涙だけはいいんじゃないかなっていう。まあ真面目系だったらなんすかね。まあビジネス系、そうですね。僕が見たのはソーシャルネットワークとか、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートとか、まあ、結構そのミーハーなとこを見てましたけどね。まあ、あのあたりは結構ビジネスの勉強になっていいかなっていう気はしますね。でまあ、ちょっとこうドラマものとかは結構中毒性あるじゃないですか。あの海外ドラマとかあれハマっちゃうと、そのリフレッシュどころかめちゃめちゃ時間使うっていうことになりかねないんで、そこはちょっと考えもんですね。ただ映画はまあワンショットで2時間でしっかり終わるんで、リフレッシュには持ってこいかなというふうに思います。であとはもうありきたりですけど、読書ですかね。読書、やっぱり活字に触れるっていうのは結構いいリフレッシュになるかなと思います。読書が苦手な人は漫画でもいいですよ。漫画でもいい。僕も漫画めっちゃ実は読むんですよ。
で本だったらやっぱ大学生でも読んで、面白いなと思えるもので役立つものっていくとあれとかいいですね。あのなんかダイゴいるじゃないですか、メンタリストのダイゴがやってる、なんだっけな、あ、超集中力って本があるんですけど、3、40万部ぐらい売れてる。それは結構その集中力鍛える上で結構僕も重宝した本で、これ全部真似るのはむずいっていうぐらいいろいろ載ってるんですけど、その中でいくつかでも自分がやれるものを取り入れると結構違いますね。それこそさっきのその就活期、集中力とリフレッシュが大事っていうふうに話してたんですけど、そこの集中力を鍛える上ではすごいいい本かなっていう。いろいろ僕この中で取り入れてるのは早起きとかですけどね、あの早起き推奨されてて、早起きすると要は、まあ、朝早い時間っていうのは人間が最も集中できる時間であるということが言われてて、僕は最近もう5時とかに起きてもう午前中にほとんど仕事は終わらしちゃうっていう感じなんですね。まあ、結局午後も働くんですけど、重要な仕事ですね。特にこうクリエイティビティが必要な仕事とか、まあ、結構読書とかですね、比較的頭使う作業っていうのは結構朝午前中に済ませるっていう感じですね。あ、パスタできたんで。はい、茹で上がりました。これめっちゃ楽っすよね、本当に。もう鍋いらないっすわ。で、蓋つけて、もうこれを湯出すだけ。で、これポイントは、結構その粉チーズと卵で、なんすかね、液体系があるんで、パスタはできるだけ切った方がいいです。茹で汁とかいらないです。で、あとは、ホリエモンの多動力とかもいいっすよ。あれもう1時間半くらいで読み終わるんですけど、一テーマ、本当に5分ぐらいで読み終わる。超読みやすい本。で、今一度この時間の使い方とか、お金の使い方っていうのが、こう考えさせられる本ですね。なんかお社会に出る前に一回読んでおくといいかなっていう感じですね。あと漫画だと僕はもうサッカーやってたんで、サッカー系の漫画めっちゃ多いんですけど、最近だと青足っていう漫画がめっちゃ面白くて超リアルなんですよ。で、パスタできたらさっき作ったこの山の上にバッと入れちゃいます。で、これ卵の上に10秒ぐらい置いて熱が浸透したら混ぜるって感じですね。10秒だけもういいです。混ぜます。そう、青足はすごい本当リアル。今までのサッカー漫画ってこうパフォーマンス系とか、まあ、キャプテン翼とかに代表される感じですよね。まあ、リアリティのない漫画多かったんですけど、青足は超リアルなんですよ。その戦術の考え方とかが。だからめちゃめちゃ面白いっていう。サッカーが知らない人だとどう打つのか分かんないですけど、まあ、結構人気ですね。あとはミーハーなんで有名なのは結構読んでるんですけど、約束のネバーランドとかですよね。なんか人間が鬼に食われるってやつ。あれとか結構なんか残酷ですけど、なんか面白くて読んじゃいますね。はい、まあ、そんなこんなしてるともうカルボナーラほぼできちゃったんですけど、一応盛り付けましょうか。まあ、なんかいろいろ言ったんですけど、まあ、そんなリフレッシュの方法なんて正直、まあ、目新しいものはなくて、そんなありきたりな部分しかないかなと思うんですけど、でもそれをちゃんとやれてない就活生が本当多いんで、今一度自分がどれだけこう盲目的に就活だけになっちゃってるかっていうのを自覚してほしいんですよね。日頃の動画では僕らも結構プレッシャーかけちゃってると思うんですよ、皆さんに。やっぱり、就活期はやらないと努力した人に勝つという話をしてると思います。でそれは本当事実なんですけど、でも努力っていうのは、四六時中ずっと就活をやれということではなくて、ちゃんとやるべきことをしっかりやって集中力高く持ってやってくださいっていうメッセージなんですよね。そこをちょっと勘違いしている就活生がこの時期って増えるんじゃないかなと思ってちょっとお伝えしているっていう感じです。とはいえです、結構まあ実施するの難しいと思うんですけど、でも本当に統計取ったわけじゃないんですけど、僕の周り見ててもやっぱりこの余裕のある就活生っていうのは本当強いんですよね。まあ、自信があるから余裕があるっていう構図もあるんですけど、でもやっぱりちゃんと余裕を持ってスケジュールを組んでリフレッシュもできている就活生っていうのは本当に強いです。なんで僕がお伝えできるメッセージとしては、本当にリフレッシュが大事だというのは今一度インプットして、ちゃんと、まあ、ズーム飲みとか読書とか運動とかちゃんとリフレッシュする時間は毎日設けるようにと。その上で、就活をやる時間っていうのはちゃんと集中力高く持って、取り組みましょうということですね。はい、ちょっとこれできたんで置いてみます。今そっち行きますね。
はい、こんな感じですね。どうすか、結構うまそうじゃないですか。ピント合ってますかね。はい、ピントはずれてるかな、あるかな。はい、まあこんな感じです。まあ、これ結構簡単なんで、ぜひよかったら作ってみてください。はい、じゃあこれはちょっと最後カルボナーラでさよならしようと思いますけど、まあ、皆さん本当就活頑張ってくださいね。応援してます。引き続き明日からまたビシビシお役立ち系の情報をあげたいと思ってますんで、よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。 See you next time. バイバイ。